10月25日火曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。寒気や低気圧の影響などで東日本の太平洋側や西日本の日本海側を中心に雨が降るところがあります。一時的に降り方が強まる恐れもあるので注意が必要です。その他沿岸部など風が強まる恐れもありますので横殴りの雨にもお気をつけください。その他広く日差しが届くところが多くなりそうです。洗濯物の外干しもできるところが多くなります。ただ気温を見ていきますとご覧のように昼間でも肌寒く感じられるところが多くなりそうです。特に風が吹くとひんやりしますので風を通しにくいような暖かい服装でお過ごしください。一日の気温差にも要注意です。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。